4年ぶりのヨーロッパ撮影旅行、汽車あり、グルメあり、地元のお祭りあり、そしてアクシデントありの夫婦珍道中です。まず最初はビールとソーセージが名物のクルンバッハとドイツ蒸気機関車の聖地シフエベネの旅です。ではどうぞ。フランクフルト空港に降り立ちまして、クルンバッハまで列車で移動です。フランクフルトからはドイツ鉄道の高速列車 ICE でニュールンベルクまで移動です。今日は列車のダイヤが非常に乱れてまして、この列車もどんどんと遅れていってます。今の時点でニュールンベルクでの予定の列車への乗り継ぎは不可能です。クルンバッハにたどり着けるでしょうか。おはようございます。クルンバッハのタステホテルの朝です。昨夜は11時頃になんとかチェックインできました。公園の中に立つ静かなホテルです。鳥もさえずり、庭も広いですね。周辺には古い建物も建って、本当にいいホテルです。庭には栗も落ちてます。秋ですね。部屋はダブルルームです。洗面所も綺麗です。ドライヤーもあります。もちろんタオルもですね。トイレも清潔です。シャワールームは扉付きで使いやすく、これで2人で朝食付き1泊102ユーロです。朝食会場です。パン、ハム類ですね、ドイツですね。チーズも豊富です。野菜もあって、生の果物で、バター、ジャム類、ヨーグルトも2種類ですね。ヨーグルトソース、こういうカップのヨーグルト、そして果物、温かいのは卵、スクランブルエッグ、そして白ソーセージですね、バイエルンです。シリアルにパン、バイエルン独特のプレッツェルもあります。このように盛り付けてみました。それではですね、白ソーセージの正式な食べ方をデモンストレーションしたいと思います。はい、白ソーセージには皮がついてます。皮は食べれないんだよね。そう、はい、取って、ハニー、よいしょ、はい、取って、はい、ハニーマスタードを、はい、ハニーマスタードをつけて食べます。はい、おいしい、おいしい、ビールが欲しい。秋なんですがスイカがありますね。食べてみましょう。ヨーロッパのスイカもとっても甘いです。メロンも、何メロンかわからないけど、本当にメロン甘くて美味しい。さて、朝食を終えまして、シフエベネに撮影に出かけます。クルンバッハからは普通列車に乗りまして、シフエベネの上の駅、マルクトショルガストまで行きます。途中のノイエンマルクとビスベルク駅の横にはですね、ドイツ蒸気機関車博物館があります。ここではこんな小さな汽車も走らせてます。今日は蒸気機関車祭りということで、いろんなイベントが開催されてます。おっと、手こぎのこんなトロッコも走らせてますね。楽しそうです。シフエーベンの上の駅、マルクシュガーストに着きました。これから歩いて撮影地に向かいます。足は皆さん歩いていきますね。私は今、ドイツはバイエルン州ノイエンマルクとビスブーク近くにある通称シフエーベネ、ドイツ語で坂道と言われる鉄道路線の沿線に来ております。今日は01型蒸気機関車、かつては特急列車を牽引していた蒸気機関車ですね。それは今日は2種類この坂を登っていきますので撮影したいと思います。この路線はですね、日本にはあまりない複線非電化ですので、電気を取るための架線がなく、どこから汽車を取っても綺麗に撮影できます。もう興奮して何枚もシャッターを切ってしまいました。
その後ノイエンマルクとビスブルク駅にやってきました。発車も迫力があります。横から捉えても綺麗な汽車です。天気に恵まれていい写真が撮れました。さてさて、撮影を終えましてクルンバッハのスーパーに寄ってみたいと思います。結構大きなスーパーです。体に良さげなものも置いてます。やはりヨーロッパですね。チーズがこんなに多くの種類を置いております。なんと日本製のポテチまで置いてます。エビアン 1.5 リットルが 1.29 ユーロ、一方ドイツのこれガスなしの水 0.89 ユーロ、そして少しガスあり、これは完全なスパークリング、いずれも 0.89 ユーロ。ではガスなしを買います。なんとドイツのスーパーに山崎の12年があります。約3万円ですね。こちらはチョコレートショップです。 100g6.5 ユーロなので、いくつか選んで買いたいと思います。10個買いました。夕食は Google 高評価、ソーセージが美味しいとの情報があるタウトシャンフェに行きます。お疲れ様です。はい、美味しいですか？美味しい。はい、美味しい。ここがあるな。なんかラガーっぽい気がするな。はい、うん、コーヒーラガープラス、うん、いつもの芝居に一緒に行ってる。そうです、はい、さはい、味はうまい、うまい、ジューシー、何ですか？ドレスのパンに挟みました。はい、と何飲んでますか？黒ビール。黒ビールの味はコクがあって、うん、若干甘みがあります。はい、パンに挟むと美味しいですか？美味しいですね。アザワクラストも挟みました？挟みました。あー、知ればよかった。ビール3杯にソーセージ、そしてシュニッツェルで合計 34.7 ユーロです。2日間の撮影を終え、明日の移動のことを考えて今日中にベルギーとの国境近くアーヘンまで列車で移動します。ニュールンベルクからケルンへ行くドイツの新幹線 ICE の中でビールとおつまみです。はい、お疲れ様でした。撮影乾杯。はい、じゃあどうぞ飲んでください。のどうです、おつまみ美味しいですか？美味しい。カメラのつまみの種いろいろ入ってて、あ、美味しいですね。ビール合います。はい、あ、飲み鉄旅です。ただいま夜中の0時アーヘンの駅前 A&O ホテルにチェックインしました。エレベーターの扉は手動です。ではお部屋に行ってみましょう。部屋はダブルルームで少し狭いですけど、シャワーを浴びて寝るだけなら十分です。トイレも清潔で、洗面所には石鹸があります。シャワールームは扉付きで使いやすく、これで1泊2人 44.5 ユーロはリーズナブルです。次回はアーヘンからベルギーのブリュッセルを経由してスコットランドのポートウィリアムまで、ユーロスターとイギリスのアバンティエクスプレスの旅です。お楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いします。サチトラベルでした。